ドイツのウィンストンクラシックレッドとマールボロの灰皿、ロシアのウィンストンスーパーライトウィンストンはタバコの銘柄の一つ。日本、ヨーロッパなどでは日本タバコ産業が販売している。アメリカ合衆国では RJ レイノルズタバコカンパニーが製造を販売しており、もともとは他の地域でも RJR からの販売だった。世界第2位の販売量を誇るグローバルブランドである。 2015年8月頃には、キャスター、キャビンを、ウィンストンブランドのシリーズ銘柄に加えている。当初は、従来のデザインで、ウィンストンの名称とマークを入れたパッケージで発売し、10月中旬よりキャビンは、海外のウィンストンに近いものに、キャスターは、XS と統一したデザインに、XS と、稲妻メンソールもそれぞれ、青色地と黒地に統一したパッケージに変更し、 その際に巻き紙を改良することで、より長く楽しめるロングテイストを導入し、きつみにも変化が見られる。さらに2016年2月上旬よりキャスターとキャビンをラウンドボックス化し、上部にストレート、ビッター、スイートと味の系統を表記したほか、残るウィンストンフィルターについても2016年3月中旬よりロングテイストを導入している。 2016年11月上旬により、レギュラー商品の名称に式名簿を入れ、キャビン以外の名称から、XS を削除している。その際にキャビン 8.100S とキャスター、FR1 の名称、デザインをシリーズの多名柄と統一し、キャスターとキャビンのきつみを従来品に近づくように調整している。12月上旬により、メンソール商品の名称から、 XS を削除し、イナズマメンソール1を2016年10月24日より 100S サイズに変更している。さらに2017年2月24日には、レギュラーサイズで価格を抑えた、ウィンストンミニ3種を発売している。レッドに関しては、フィルターとキャビンの中間的なきつみになっているほか、ブルーとホワイトも短めのプレーンフィルターを採用したことで、 通常のブルーやキャスターよりしっかりしたきつみになっている。ブルーに関してはメビウスの廉価版のようなポジションで販売していたが期待したような売り上げにつながらなかったことから2017年7月中旬に6、3、1ミリグラムをキングサイズスリムのウィンストンコンパクトブルーにリニューアルし10、8ミリグラムは販売終了している。2018年11月上旬より コンパクトブルー3種を19本入りに変更し、ウィンストンのロゴとイーグルをパッケージ上部にパッケージ左下にグラデーションを配したデザインに変更している。同時にタバコ自体にブルーベリーフレーバーを付けたウィンストンコンパクトメンソールパープルを発売したが、メビウスオプションパープルなどのカプセル入り商品よりフレーバーが弱いこともあり。 期待したような売り上げにはつながらず、2019年12月に販売を終了している。2019年1月下旬よりフィルターを除く、全名柄をコンパクトシリーズと同様のデザインに変更している。その際に、キャスターとキャビンのパッケージから、式名表記を削除しているが、販売名は変更されていない。2019年12月より、 警告文が50%に拡大され、フィルター以外は空間を詰める形で対応し、フィルターは海外では他の銘柄と同様のデザインに変更されているが、日本では従来のデザインのままロゴのみを変更している。キャスターキャビンの統合により、タバコの味はウィンストンの3つの系統でも網羅できるとしており、XS と稲妻メンソールはスッキリしたうまさのストレート系に、 キャビンとスピリッツメンソールはローストの旨み、香ばしさのビター系にキャスターとスパークリングメンソールはほのかに甘くまろやかな味わいのスイート系に分類している。ただしパッケージからは2018年11月から2019年1月にかけてのデザイン変更時に削除されている。かつては米国を代表するモータースポーツの一つ。 ナスカーのウィンストンカップの冠スポンサーだった。2002.7から2005.4は JT インターナショナル製造。ありがとうございます。